10日埼玉県議会の自民党県議団はすでに提出していた子どもだけでの留守番などを放置による虐待と定める虐待禁止条例の改正案を取り下げる方針を表明しました県議会の答弁によりますと改正案では子どもだけで公園で遊ばせることや小学3年生以下の子どもたちだけで登下校させることも条例違反に さらに自宅に子供を残してゴミ出しに行ったり子供だけでお使いに行かせることも違反に当たたるとされていました、はい、この件についてはさまざまな意見があると思いますけれどもセーフ・キッズ・ジャパンの山中達弘理事長は社会インフラや環境整備が不十分な状態でこの条例案を出したことは拙速だとしています。うんね まあ環境が整ってないのに親だけに責任を押し付けるというふうに受け取って反対する人が多かったわけですよね、この条例で一番いけないのはです、ねはい、県も市も一銭もお金出してないですよ、すべ、うん、ての負担は親に押し付けてる、普通は状況を作り出してそこからこれに協力してくださいと、うん、口だけ出して金出さない典型ですよ。う 環境をまだ整っていない中でのこういう案ということですが、え、うんはい、そこで深掘りしていきます。子供を一人にしておくことについて、海外の事例を見ながら考えていきたいと思います。まずはアメリカです。アメリカは子供を放っておくことができる法定年齢について州によって決まりがあります。うん、メリーランド州が8歳。 オレゴン州10歳イリノイ州14歳と定められているんですつまりこの年齢になるまでは子供一人っきりしちゃいけないよっていうことですね、はい、そういうことですこれが定められています、はい、また一部の州では法律ではないものの子供を放っておくのが適切な時期についてガイドラインがあるそうなんですね、はい、こういった中で皆さんどのように対応しているのかかつて12歳という年齢制限があったニューヨーク州のことをよく知る方にお話し聞いています 子供もを一人で放置するということは犯罪であるということアメリカはまあ社会としてまあそういう考えを持ってたわけですね山中さんによるとニューヨークでは子供の置き去り防止に関して社会インフラが整っていたといいます例えばスクールバスが止まっていると後ろの車を追い越しちゃいけないんですよね子供が飛び出てきて引いちゃうからです スクールバスが最優先というルールがあるそうですまた下校時には厳しい監視の目が例えば学校からですね自宅に帰るのはもう3つの方法しかない1つは学バスみたいなものに乗せると。で乗せる時には大人がきちっと確認するとで降ろす時もですね自宅の前で降ろしてしかも保護者が出てきている人にあのきちっと渡す から自家用車の場合は、もちろん運転手の顔をきちっと知っていて、えー、学校側がですね、それで乗せて、えー、返す、それから学童に行く子に関しては、ですね警察があ、まあ、見守る中で、ですねきちっと連れていくと厳しい監視の目は、登下校時だけではありません、山中さんの知人女性はこんな経験も。その息子さんの友達をですね自宅に送っていったっんですね。 で玄関の先で,です、ね、子どもさんを下ろして、それで帰ってきたと、届けた家のご主人からです、ね、電話があったって言うんですねで、どうもありがとうって言われるんだと思ったら、すごく怒ってると、なんで親の自分にです、ね、あのきちっとあの子どもを親がいるところで手渡さなかったのかって、アメリカなんかは銃器によるいろんな殺人事件が多発しているのでで家のの前から玄関までの間で。 子どもが襲われるかもしれないのになぜ子どもを一人にしたんだと父親が激怒したそうですやはり子ども一人にするってことは危険度が高くなるこれはやっぱり社会全体で認識する必要があるわけですよね日本とは全然違う習慣があるんですね、はい、この中で子どもを置いて外出する場合どうしているのか山中さんに聞くと、はい ベビーシッターに依頼をするということでした、うん、で中には中学生や高校生など 学生のベビーシッターに依頼することもよくあるそうなんです週によっても違いますが13歳からできるということでうん、うん、アメリカでは一般的なんですねよくドラマや映画で、はい、あの学生がベビーシッターのアルバイトするなんていうのはね、よくエピソードで出てきますけどもね、はい、あのこれご覧になってる方ちょっと大げさなんじゃないかっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれないんですが私の友人で30年ニューヨークに住んでる男がいまして、はい、15歳の一人息子、はい、で13歳になるまでやはり一人では なななかなか行動させないで携帯を持たせたときに一、うん、人で通学するようになった位置情報で分かるとか、うん、そういうこともありますし何かあったらまめに連絡を入れるということも、えー、していたそうです、まあ、とにかくコロナのあとかなり治安が悪くなっているニュ、うん、ーヨークはようで、はい、絡まれることもあ、ね、日本ると違うのは、はい、アメリカはあのいわゆるミスチュールド、ねはい、子供がいなくなっている誘拐される、はい、で売買されているというのはですね 年に1 0件以上来てる国なんですよね、はい、日本だ子供が育てていなくなったら大騒ぎですよね、はい、そうやっぱりちょっと国柄が違うのかなというところもあると思うんですねアメリカの事例見ていきましたが続いてヨーロッパイタリアを見ていこうと思いますイタリアは14歳未満の子供を放置するとなんと 懲懲役役に処される懲<役>そうなんですよ法律で厳しく定められているんですね、うん、そんな中で子どもを取り巻く環境をイタリア在住の中山久美子さんに聞きました。 中山さんによるとどこへ行くにも親が送り迎えすることが常識でもう親は自分の時間が持てないと二人のお子さんがいらっしゃるということで送り迎え地獄ですというふうに話していましたしかも中山さんは共働きですから何を頼りにしているかというと祖父母なんだそうです頼らないと怒られるくらいだそうで送迎をしたり遊び相手になってもらっているということでしたまた祖父母だけではなく ママ友も必須なんだそうで、中山さんの周囲では、このママ友たちの中で強い絆が生まれているそうです。とにかく子供を一人にさせない。この意識が徹底されていて、その背景には、日本に比べて、イタリアの治安があまり良くないことがあるようですね。うん、なるほど。やはり、こっちも治安の問題ということです。はいまあ、ママ友の絆で、子供たちをみんなで守ろう、ということなんですね。はい、ただ、一方で、規制がない国もあります。こちらです。はい オーストラリアなんですが南東部に位置するビクトリア州は子どもを一人にしてはいけないという法律はないんですが子どもの様子を見る目は厳しいということでしたこの州で子育てを経験した鈴木美馬美穂さんによりますと車の事故や誘拐を防ぐため子どもの送り迎えや遊ぶときなど親や身内が一緒なのは常識だそうです、はい、さらにオーストラリアではこんな面もあるそうです 学校に来,る来ても、なんか制服が汚いとか、お弁当を持ってこないとか、子どもの面倒をよく見ていない,いないなっていう状況を察知した場合には、チャイルドプロテクションっていう、そういう機関にあの連絡をしなくてはいけない義務がある。ま<た>いつもいつもどなってるとか、あ親が子どもに暴力を振るってるとかあの、近所の人や学校側も。 連絡すすするることととがあると思いますやっぱり常識としてそんな感じですね、うん、オーストラリアは児童保護に非常に厳しい国ということで、はい、このチャイルドプロテクションに通報されると祖父母や親戚も面倒を見てくださいという指導が入れそうなんですね,なるほどね、まあ、実際にあった話だそうですけれども車のシートに寝かせてちょっと買い物に行ったとか、はい、子どもが親の監督なしに道路で キックボードをしていたうこういったことで通報されるケースが実際にあったということだそうです。オーストラリアは国によっていろいろ状況が違いますすけれどもねねそうで先日の、の埼玉の件はですね、はいまあ、当たり前の話であんなむちゃくちゃなことをしたらです、ね、とんでもないまあ一応、取り下げになったんですけど、はい、あのこの局の番組であの弁護士の若狭勝さんがおっしゃってたんですけど、はい、虐待の捉え方が全然違うわけですよね。 あの虐待っていうのは愛情なしに虐待する時これが虐待であって愛情なく子供一人放置するパチトロに行くと、うん、愛情があるけどもやむを得ず投稿の見張りはできないと。 いうのまで虐待にするのかと、はいはい、今回そそれが最大間違いだと思ううんです、ね、そうですすねね共働きもできないしシングルマザーシングルファーザーの方どうするんだって問題もこれは条例でどうこうするという発想自体がちょっと乱暴だったのかなという気もしないでで、ね、そもそもあの禁止条例なんてねやっちゃいけますそうじゃなくてみんなでどうしていきましょうか、はい、それにはお金もシステムも変わりますよと言うんでなければおかしいと思うんですね。うん まあこれをきっかけにねえ考えていただきたい海外の事例も交えて考えていきました。